東京都立科学技術高等学校は、東京都江東区大島一丁目にある、都立高等学校である。将来の科学者、技術者を育成することを目的として創立され、全国に先駆けて、科学技術科が設置された。略称は、技校、都立科学技術校、東京都立科学技術高校、STH など、2001年4月開校。高校で、 初の科学技術科を設け、普通科目の他に特殊なカリキュラムを備えており、幅広い分野を学ぶことができるため文系大学への進学も可能である。また、高校で専攻科が設置されているのも唯一であったが、2014年度から募集停止。高校の枠を超えて、大学教授を招聘したり、同校教員による高度の専門的な授業などが実施され、 有名な研究者を本校に招くなど、充実した学習環境を整えている。文化祭では科学系の展示、催しを多く言っている。施設は校舎と体育棟グランドの大きく分けて3つである。校舎は、この字型で打ちっぱなしコンクリートに、ガラス張りで、清密建設による耐震建築となっており、他の公立高校と比べて特徴的な校舎である。 普通教室棟、特別教室棟、実習棟の3つから成り立っている。また、バリアフリーを取り入れており、同一フロアに段差は一切なく、障害者用のトイレやエレベーターを設置している。体育棟は、旧高等工業高等学校時代の体育施設に、校舎との連絡通路を設けている。制服は、ワイシャツ、セーターも、学校指定の交渉入りである。 すべて学校指定のもののみを着用できる。2015年度より制服を変更した。科学技術高校の特徴とも言える理系大学並みの実験機器の一部が整っている。ありがとうございます。